おはようございます。今週は東かがわ市と讃岐市で9店舗を展開する松村薬局の松村真帆相談役前社長です。1947年の戦後間もなくご両親が開店して77年、エリアの健康に寄り添ってきました。元気な時もちょっと調子がという時も健康相談ができるのが本来の薬屋さんだと、厚生労働省基準を満たす健康サポート薬局に6店舗が認定されています。松村相談役に伺います。石田芳信です。社長、元気いただきます。今週は松村薬局の松村真帆相談役前社長に元気をいただきます。おはようございます。おはようございます。本日はありがとうございます。向かいが香川県立白鳥病院、はい、でここが本店ということですよね。可愛らしいウサギの、ね、はい、マスコットがいて、ピンクのね。そうです。え、はい、なんていう名前ですか。ミミちゃんです。ミミちゃん、え、どこからこのミミちゃんは来てるんですか。ミミちゃんは初めは四つ葉のクローバーが商標だったんですが、はい、私の孫が初孫が生まれまして、今26歳ですかね、うん、その子がミミちゃんという名前なので、ウサギのピョンピョンで、はい、ミミちゃんになんか自然と変わりました。松村薬局は1947年に開業。東かがわ市と讃岐市で院外調剤薬局を中心に病院医院に併設して現在9店舗を展開しています。2018年には松原店を皮切りに本店はじめ6店舗が厚生労働省の基準に適合した健康サポート薬局となり、かかりつけ薬剤師薬局の機能に加えて、市販薬や健康食品、介護や日々の食事に関することまで気軽に相談できる町の薬屋さんを目指し、幅広く地域の健康をサポートしています。この今松村薬局本店の、はい、まあ、片隅をちょっとお借りして収録をしてますけれども、はいはい、向こう側にね、なんか長いゆとりのあるカウンターがありますでしょ、はいはい、でカウンターの中に薬剤師さんがいらしたり、はい、管理栄養士さんもいらっしゃるんですって。それは私も望みであったので、うん、現在の社長になってからですが、はい、まあ、少しゆとりもあるし、管理栄養士さんもいて、食べ物のことも大変大事なことなので、うん、でここにですね、はい、そのまあお客さんと、はい、まあ、情報共有しながら健康のため の、 情報をお伝えしようという、はい、作られたものがありますけども、はい、これはですね、はい、2021年から取り組んだんですが、皆さん世の中腎臓のことがすごい隠された病気であると、これは若い人にもあるということが慢性の腎炎で、それには塩が多い、まあ、外食も多くなりましたし、それでその塩とお水の関係でお水のことも話し、減塩のそうです、うんうん、これいわゆる減塩の料理を、これ今何枚ぐらい作られたんですか、うん、ね、今でちょうど2年ちょっとですから27枚、今28枚目に。あら、そうです。そうですか、はい、でいろんなこうレシピをね、はい、そうです。でここにはね、転倒防止体操なんてあるんですよ。そうなんです。これも私も在宅言って、はい、お薬を持ってったり飲み方の指導に行ったりするんですが、大体は病気で悪くなるよりか、うん、この転ぶことによっての被害、転倒する、骨折する、入院する、歩けなくなるというケースが多いので、この防止のことも力に入れてるんです。でだからこういうふうにして健康を皆さんを支えるということがとても重要なお仕事なので、仕事かなということも思います、ね、で調剤薬局ではあるわけだけど、そこをやっぱり大事にしなきゃいけないということで、健康サポート薬局っていうのを、はい、実は松村薬局って9店舗あるんですが、はい、6つの店舗で取られて、そうです、こう私たちの薬学から生じるいろいろな物事を、まあ、薬的に薬局なりの解釈をして、健康の増進、まあ、未病ですかね、病院人がなくなればね一番ええなと、変なことを言うようですが、いやいや、病院がなくなり薬屋さんがなくなったと言ったらすごいですよね。人々が健康で病院も薬屋さんも必要なくなることが一番いい。ドラッグストアの利便性だけにとどまらず、地域の健康を支える町の薬屋さんでありたい。人と人の交わりこそが幸せに通じると松村さんは言います。
薬局がドラッグストアと二極化していく中で、調剤薬局という、ことを担っていらっしゃいますが、薬屋さんとしての機能を忘れちゃいけないと、日常の健康相談に応じよう、だから健康サポート薬局にもなってるわけですが、これは本来の姿ですか？もう少しこれが進むといいのですが、やっぱりその2つがいるだろうということは思いますね、ここが少しでもみんなの安らぐ場で何かを解決していけば、受験生の方もいらっしゃるし、お母さんの悩みもありますし、私も応援したい子どもたちもあるし、いろんなことを薬局でなくても私個人でしてしまうようなところもあります。で、近々健康フェアがあるそうです。今度はですね、ぜひ来ていただきたいのですが、3月31日日曜日なんです。ここの前にテント張りまして運動しようと思っている。運動の、1、2、3、そうです、転倒防止のこういうこういうのであったり、その先生が今日はこれだとおっしゃれば、ロコモティブシンドローム対策のようなことですか？それ路列が回らなくてロコモシンドローム、そうですね、膝とか ね、腰とかね、そのあたりの不具合にならないように予防していく、そういう体操をしよう、言ってみれば松村薬局は健康のサロンである。そうです、そうですね、ここに集って、いろんなお話をしながら、健康を目指してほしいと。それは大それた健康じゃないですけど、毎日が楽しく生きたら一番いいですよね。ウキウキと泣いてるよりね。ここでもお話を皆さんとしますけれども、講演会などもなさるんでしょう？それもね、出前講座言ってみんなしてくれるんですよ。どんなお話を講演会ではなさってる？薬の飲み方とか多いですね、食べ物のこと、どんなんか、それぞれの自分が飲んでることでの悩みもあるし、そういうことが多いですかね。薬の飲み方って気をつけなきゃいけないことがあるんですか？そうですね、一番はですね、年齢が高くなると、私が自分で実際に思うのは、薬はここの手のひらにあげても口の中に入れて飲むまで見とかないかん、ふらふらしとるうちに掘る、そういう方も結構ある。ついうっかり飲み損ねる、飲み損ねるというよりか飲みたくないのか、その辺は理解できるんですがね、いろいろ脳の方も老化してくると、やっぱり捨てたり絶対必要と思わんようになるんでしょうかね。どうなんでしょう、そこは分かりませんが、しっかりとしっかり飲んでいただいてこそ、正しくしっかり飲んでいただいてこそ効果が出て、用法用量を、そうですね、守って、それから東かがわ市の認知症サポーター、それから高齢者など見守りネットワーク事業にも参加されている、でどんなことをなさるんですか？いや、だからそこのおかしいなと思った時には知らせる。例えば新聞屋さんがたくさんたまれば何かおかしいから、ということも昔はあったけど、今も新聞も、取らない家もあるので、それは分かりませんけど、それをまず発見しないからね、それからどういうふうにしていくかまた取り組みがありますから。なるほど、昔ながらのコミュニティ、ご近所付き合いが生きていれば、気づけたことが今ちょっと抜けてきてるから。そうです隣はね、何をする人ぞになってますからね、だからそういったことも積極的にサポーターとして関わってらっしゃると。そうです。可愛らしい薩摩切り子に入ったこの輝くようなアイボリーというか白いね、これは何ですか？これは甘酒で、こちらの馬宿というところのもち米と、私どもで4代目になられる橋本の麹屋さんの麹で混ぜるだけですが、保温2時間して作っております。あら、夏の天敵とか言いますので、私も去年の夏は特に痩せた方が多かった、暑かったですからね、これを差し上げて喜ばれております。なるほどね、これはボランティアですから無料です。あら、ボランティアで差し上げてる、作られて、ちょっと食べてください。いただきますね。私も自分で作っておりましても気持ちがいいなと思います。わ、味に深みがあって。そうですか、自然な甘さと、で麹とそのもち米が醸し出すね、香りがいい。そうですか、ありがとうございます。これだから例えば歯がね、ちょっと悪い方にもいいですもんね。でも炊いて混ぜるまで3時間詰めて1時間、4時間ぐらいね。自然な甘さで、このグルコースがね、とても心地よいですし、これは発酵の過程でね、ビタミンなどもできるでしょうしね。主人にも手伝ってもらいます。混ぜるのだいぶ慣れてきました。あら、ご夫婦の共同作業。そうです。いや、私いない時に主人が。一人でですか。二人でするともうややこしくなるけど、一人ずつです。
これ差し上げると皆さんどうですか。喜んでくれはる、うん、リピーターがあるけん、うん、あの持ってくしね、うん、これを4つぐらいあげた。配達にまで行かれる見せしめてたら、ね、あで調剤されてね、あのしたあのお薬もお届けになることもあるんですよ。そうです、はいはい、結構多いですねこの店は。あそうですか。気楽に届けます、ねえ。まあ、77年ですが、はい、松村薬局は、はい、さあ100年に向けてさらにその先はどのようなイメージをお持ちですか。そうですね、もう皆さんが気をつけて気をつけて、さあどんなでしょう、病気にならなくて、うん、もうお医者さんがいない人がいなくなるような、うん、そんな社会になればね、社会あの医療費がどんとなんかに回っていいかなと本来のこと思いますが、病気はやっぱり苦しいのでなんだけね治ってほしいですね、まあ、亡くなるといいですね。だから皆さんが幸せであってほしい、健やかであってほしいという、はい、もう松村真帆さんのその笑顔が何よりの。ありがとうございます。アナウンサーがこんなに立派な方とは知りませんでしたので本当にありがとうございますほんま、ね、今朝は松村薬局の松村真帆相談役前社長に元気をいただきました。ありがとうございました、はい、皆さんありがとうございました。